今回は英語で伝言ゲーム。久しぶりにね、モンスター7の登場ですよ。福岡編以来のちょっと遊びに来てもらって、意気込みをどうぞ。頑張ります。今回の企画は英語系のね、ゲームといえばみたいなところあるよね。英語の伝言ゲーム、関ジャニがよくやったやつ。そう、あれめっちゃ面白いよね。めっちゃ面白かった。でもさ、本当にそうなるのかなって、そう、ちょっと疑わしく思ってしまう。そうなんだよね。英語結構できない人にとっては呪文に聞こえるじゃんか。呪文だけど、そんな変わるっていうのがあるわけ。日本語で文章になっちゃう。そうそうそう、そらみになっちゃうのみたいな。で、今回こちらのモンスター英語力はゼロです。いいでしょう。ゼロ。ただメンタルは鋼なので。英語初級者っていう。あ、そうだね。英語初級初心者。よしよし。初心者ということで、鋼メンタルの英語初心者。はい、そう。なんかね、ちょっとズーカツさん最近ね、ケイと一緒にいるとなんか英語力不思議と、なんか自然と上がってってる。リスニング力が上がってしまってね。なんかね、なんか別にそんな特別教えたわけじゃないんだけど、最近ちょっと上がってるよね。そう、この企画二人だと成立しなくなっちゃうんだよね。そう、なんとなく英語っぽくなっちゃうから。継続してできちゃうからダメだけど、一人相手に入ってくれることによって、まあちょっと面白くなるんじゃないかということで、なので今回のルールとしては、まずKに英文を読んでもらいます。で、短めの文章をちょっと選んできたので、で、それをモンスターに伝えてもらうと。で、その間、私は別室にいます。2回まで聞けます。私、本当にこれできるのが、これ特技があって、すれ違いざまの外人の言葉をまんままでしながら歩くっていう。似てる。似てるの？だから多分 100% 伝わる。一寸の狂いもなく。自信満々なんだけど。で、それで、聞き取ってもらって、日本語訳もしてもらいます。へって言ったよね、今自分で。へって。今なんかちょっと、意味しな、へって。何かが入ったけど。で、モンスターが、それで終わったら、次、俺に、英語を、話してもらうと。で、俺が最後に、K に、英語と日本語を伝えるという形にしていこうと思います。というわけで、早速、やっていきましょう。どう？じゃあ、出てけ。出てきますよ。出てけ。出ていきますよ。出ていきますよ。ちゃんとドアも閉めてな。はい、閉めてください。スイディースイディー。これぐらいのオーブン。はい、お願いします。ます It's raining heavily today. It's raining heavily today. もう一回お願いします。It's raining heavily today. It's raining heavily today.いいかないよね。It's rainy heaven today. それは天国の雨です。今日の天国の雨。OK!OK!OK! じゃあ私消えます。OK! 早く早くでは。いきます。え、もういきなり始める？いきます。どうぞ。It's rainy heaven today. もう一回言って。It's rainy heaven today. 変わってんじゃねえかよ。なんだよそれ。イットリンフェンブリントゥデイ。ちょっとやばいかも。くそ面白い。めっちゃ面白いからね。イットリンフェンブリントゥデイ。しかも1回目と2回目聞かれて、2回目の時また変わってたから。え、マジでそんなこと言った？まんま。まんま。まんま。え、ほんと得意なんだよねこれ。絶対下手じゃん。めっちゃ得意。イットリンフェンブリントデイ。でも多分リンってないんで絶対。リンは何かしらリーとかがつながってそうなったと思うんだけど、ただそれに当たる言葉が何にも思い浮かばない。あのね、テンポ感しか合ってない。なんだよイットリンフェンブリントデイって。フェンブリン、フェンブリン。一応言っとくけど私それ言ってないから。気づいてると思うんだよ。いや、そりゃ言ってないさ。そりゃ言ってないさ。言ってない。そりゃ言ってないよ。イットリンフェンブリントデイなんて絶対言ってないよ。いや、ちょっと待って、これ無理かも俺。俺解釈不可能なんだけど。フェンブリントデイ。じゃあ解釈が難しいから、ななこちゃん一回日本語訳。ああ、そうだね。うん、一回日本語訳伝えてもらって。今日の雨は天からの雨です。
あ、それは今日天下の雨です。いや、日本語訳も変わってない。 It's raining today。 今日は雨です。それだったら私天なんて入れないですよ。何入ってんの。何がフェンブリンに天なんてあんの。フェンブリンなの。図活最終の答えと日本語訳をお願いします。 OK、 わかった。ちょっとわかんないけど、リンとかを踏まえて It will rain today。 今日は雨になるでしょう。正解です。まあ、でしょうね。なんか何枚終わりだわ。終わりだわ。ちなみに答えは、うん、It's raining heavily today。 惜しい惜しい。一緒一緒。 It's raining heavily today。 Heavily heavily、 すごい重く。本当の意味は今言ったじゃんか。重たい雨ってこと。今日はめっちゃ雨降ってるってこと。いやー、むずいね。やばいね。うん、おかしいな。いやー、すごいことになってる。おかしい。じゃあ、早速2問目いこっか。うん、なんか思った以上に通じないね。うん、ヘブリー。そうか、フレフ。じゃあ答えしましょう。答え、はい、次どれにしようかな。しかもレインって言ってないよね。リンって言ってたよね。そう、これよくレインに変えたよね。レインにネルブリンでレインって言って。 He was absent from his office many days。 待って、全部頭から抜けた。ヒントアップリンシーにしか分からない。言ってない。じゃあもう一回言うよ。He was absent from his office many days. He's absent office many efficient days. もう一回いいですか？ちょっと待ってください。He was absent from his office many days. He was absent office many days. どういう意味だと思う？ He was absent office day. 彼はオフィスで absent。オフィスに absent って何だったかな？出勤？なんか違うけど。アブセントか。欠席か忘れた。彼はオフィスに行ったよ。仕事に、会社に行った。 OK じゃあ次お題して大丈夫。正解への第一歩です。5歩くらい登ってもらおうと。じゃあお願いします。 He was absent during office stay。 無理何も言って。He was absent application office day。 変わってるし。アプリケーションだけなかったね。ちなみに奈々子は3回聞きました。もう一回聞きます。もういい。多分だけど He was は合ってる。そう、それは合ってるのは間違いがない。 absence とか言ってるけど、 absence もアブセンスじゃない気がするんだよね。アブスルーリーとかそういうのが入ってるかもしれない。いやどうだろうか。なんだろう、ちょっと推測できたりするじゃん、こういうのって。無理なんですけど。無理なんですけど。しかもさっきやばかったから私もうちょっとゆっくり言ったり。He was ホニャララホニャララオフィス today とかなんだろうね、多分ね。その間をこう頭の中でパズルしていかなきゃいけないんだ。そう。いいよ、奈々子ちゃん日本語訳も言って。日本語訳も言ってなんて言ったっけ。彼は今日会社に出席しました。出勤しました。そうってことはアブセンスとか合ってるのかもね。その辺がね。でもなんか最初聞いた時よ、そのなんか起きてる間になんかチュルルってなんか入ってたんだよね。なんかいや本当チュルルって言ってた。チュルルって入ってんだよ。何なんだよそれ。正直やってるの無理だ。ここまで来たら。だってそれしかないんでしょ。いやでもすれ違いざまにこう触るぐらいの感じは私喋れてると思う。いや後で自分でビデオ見直してほしい。え、もういい、無理なんだけど。無理なんだけど、絶対合ってないんだけど。He was absolutely in office today。 もう今日あの会社にいたよって。絶対いたよって。言ってる、多分言ってる。実は答えは逆で、He was absent from his office for many days。 なんだよ。彼は会社に何日も欠席してます。
惜しかった。全然惜しかった。出席か欠席で迷ったの。そこは合ってたんだ。そう。でも、ジャスミンね、from the office for many days がもう全部抜けたよね。うん、オフィスしか言えてない。だってアプリケーションですよ、だって。オフィスアプリケーション today って言ってたから。today でもなかったね。many day だったんだ。そうそう。でも頭と尻は取れてるんですよね。いや、真ん中一番大事だから。英語は真ん中大事なの。頭と尻分かっても何も分かんないんだから、シートトゥデイしか分かんないんだ。しかも3回やったうちで、なんか2回目くらいで結構ぽかったんだけど、3回目で全部うまく間行ったらダメ。やっぱりすれ違いどもが一番。これクリアできるかね。いや厳しいと思うよ。もうちょっと優しくね。まあでもそうだね、頑張ろう。そうそうそう、うん、じゃあ私頑張れるから3問目行こう。はい、うん、行きましょう。Kay が帰ってきました。おかえり、Kay。じゃあ、行くよ。I have to develop my English skills. I have developed English skills. 私の英語力は発達しました。I have to develop my English skills. I have developed English skills. I have developed English skills. あ、帰って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 。はい、をチェンジしよう。忘れるから早くチェンジ。待って待って待って。めっちゃ早く早く。どうぞ。I have developed English skills. I もう一回。I have developed English skills. I have developed English skills. OK。本当に本当に合ってる。合ってる合ってる。これは狂ってない。I have developed English skills. もう English skills をデベロップしたってことを言ってるの？本当に？自信ある。自信ある。ちなみに日本語訳なんてやった？私の英語力は発展しました。え、これはストレートに何を考えてそのまま言っていいものなのか、本当にそうなのかってちょっと考えた方がいいのか、ちょっとね、ストレートストレート。常にストレートとストレート。いや、さっきのドストレートのゴマは出せなかったからね。そう。いや、そこはもうね、お兄さんのさじ加減で。じゃあもう、あえてここは、ドストレートに行ってみて、はい、I have。でも、ドラップでだ気がするんだよ。ドゥな気がするんだけど、俺これも前ドロ。他にパターンがあるのかこれは。デベロップって言ってるじゃんか。うん、か感覚的にハブデベロップドゥな気がする。あ、それは確かにそうですね。現在完了形みたいな。そうそうそう。I have 間違ってるね。間違ってる。でもそれがその俺が本当に正しいのかわかんないから。多分正しい。じゃあそのまま言ってみよう。答え。I have developed English skills。不正解です。不正解なの？不正解なの？惜しい。ちなみに意味は？え、イングリッシュスキル発達したの持ってるよって。あの逆で。え ？I have to develop my English skill。あ、私はこれから英語のスキルを発達させなければならない。トゥーが抜けた。あ、惜しい。惜しくないんだよ。トゥーとマイが抜けてるから。マイっていつ言った？ごめんなさい。I have to develop my English skills. あー、惜しい。あー、to がないと全然意味変わるね。そう、だからお兄さんが ED な気がするって言った時、いい線いってるなと思った、うん、その文法的にそう、develop だとおかしいんだよ。そうだよね、おかしいんだよね。だから、俺も2パターンあったわけ。DD なのか、前に何か入るんじゃないかと思ったんだけど、賢い。浮かばなかった前が。あー、惜しい。前全部を台無しにしてるいやだってトータル4文字なかっただけ4文字なかっただけでも今これ思ったのが英語の恐ろしいとこここだよね、うん、分かる to がないだけで全く意味が変わっちゃう、うん、これちょっと怖いねだってあなた私元気で伝わるけど英語で伝わらんみたいなちょっとよく分かんないけどもしこれダメだったらチェンジして、あ、そうって。一番ありとしたら、うん、私が最後に来るもありかもしれない。ああ、俺が行って、ね。うん、ありんこありんこ。これでとりあえずもう一回やって、ダメだったら、ちょっとチェンジしよう。了解ですけ。じゃあ、お願いします。じゃあ、ちょっと、イングリッシュでもう一回行こうか。OK 。My students are reluctant to English. わったー。
マイイングリッシュ、楽天トゥイングリッシュ。もう全部頭から抜きたい。いくよ。はい。Many students are reluctant to English. Many students are reluctant in English. もう一回いいですか？じゃあ3回目いくよ。3回目、はい。Many students are reluctant to English. Many students are reluctant students. あ、ダメ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 。Many students are recurrent English. Many students recurrent English. いろんな生徒が英語をリカレントしてるよ。リカレントって何？リカレントって何？リカレントって何？和訳できない。じゃあ、いいっすか。もう頭にない。もう忘れた。え、どうぞ。忘れたー！どうぞ。あ、ちなみに、うん、え、和訳できませんと。じゃあ、早く行かないとね。はい、どうぞ。はい。Many student recurrent English. リカレントって本当に言ってた。リカレントが何か分からない。リカレントって言ってたの。リカレントって言ってたの。Many student recurrent って言ってた。日本語もわからないね。一番大事なとこすっごり抜けてるよ。すっごり。ミスチューニングス、イングリッシュ。間が大事なのよ。英語って間大事だね。リカレント何よ、リカレントって。いや、私に助け求めよ。すっごいこっちリカレントみたいな。それがわからんのよ。ちなみに、ちょいヒントちょうだい。あの、このまま行ったら当てられそう？無理。じゃあ大幅に変えなきゃいけないね。でもね、リってリから始まってるのはリ、そうなんだろうね。うん、もでもね、もしかしてウィかもしれん。ウィ。ウィ。でどうせカレントはめちゃくちゃなんだよ。リだけを信じようか。かといってリから。カレント。車借りたみたいな。ちょっともう黙って。リから始まる単語があればいいんで、動詞で入ればいいんで、Many students, リー何々 English。リークエントリーみたいなね。もうさ、もはや私が言ったのからじゃなくて、そんな単語あったっけ？そう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 、もうね、あの、伝言ゲームじゃないから、もう俺の想像ゲームだから、最後は。想像ゲーム。俺がいかに想像できるかっていうゲームだから、まだもうリメンバーしか出てこない。リメンバー。7個の和訳もクソ面白くてね、生徒たちは英語をリカレントしてる。そのリカレントが何なんて。そう、なんだろう、訳せない。カッとかカッとか音がやっぱ入ってるからカレントとか言ってるんだと思うの。賢い。だから、何それ、あなたがリメンバーだから、そういうの入ってないから違うんだよ。なるほど。ワンピースの伝伝虫やめろよ。ワンピースの伝伝虫だよ。ちょっともう出てこない。 リカレントはやばいよ。いや、リカレント私も訳せない。訳せないよね。ここ K になってもできないと思う。できないと思う。なんか日本語訳でぽいのがありそうだなって思うのは、なんとなく想像できるのは、あの、たくさんの生徒が英語を習得中ですって、勉強中ですとか、復唱中ですみたいなこと、うん、っていうのだったらありそうなんだけど、それに当たる単語でリから始まらないんだ。おいしい。おいしい。知らないよ。誰目線だよ。一応耳には入ってるはずやから。ちなみに今回も3回聞いたから。もう1回目はほぼ脳幹。いや、1回目はあー、無理無理無理、全部出てきたっつって。見るとかを聞き取れてなくて、うん、かもしれん。見るが入っててカレントとか言ってるのかもね。かもしれん。かといってカレントってなんだ。ミルカウントとか。おお。メニューシチューでミルカウントイングリッシュ、どういう意味。文章として意味わかんない感じじゃない。意味は通じてる。ミルカウントイングリッシュやばいじゃん。なんでイングリッシュをカウントしてんだろうな。
もうでも無理なんだよ。Will count English しか思い浮かばないの。みんな英語をカウントしてるの。程度だし。それでいく。それでしか無理もう。Okay. これ以上できない。答えは、Many students are reluctant to English. あれ reluctant? 全然違う。意味がわからない。何？多くの生徒は。英語に苦手意識を持ってる。知らんだ。知らんだ。知らんだ。リラクテントが。リカウントになった。デカレントになった。生徒たちがデカレントしてる。デカレントしてるってなったんだ。デカレント。知らんだ。辛かった。辛かった。辛かった。全然出てこないんだもん。多分、うん、ジャパニーズ英語で聞いたら私はいける？いける。じゃあ俺が言おうか、うん、俺が頑張って喋るわ。よしよしよし。それで奈々子ちゃんが K に最後を伝えて、うん、K がその想像すると。そう、オッケー。イマジネーション。それでいきましょう。あ、じゃあ文章いいの見なくて。俺が見る。今自分で文章作るってことじゃなくて、さすがに見せてください。はい、はい、今想像で喋ったら俺めっちゃ簡単な単語になっちゃうから。めっちゃ簡単でツントゥンで終わっちゃう。はい。He has been lazy always. She has been lazy always. あ、多分これいける。もう一回もう一回もう一回。He has been lazy always. He has baby lazy always. 違うね。もう一回いくよ。ださ三回目ね。He has been lazy always. She has been lazy always. ああ。He has been lazy always.ちょっとずつ変わってるから早く。ちょっとずつ変わってるから変わってるから、いろいろ変わってるから。どうぞ。 She has been lady always. Lady? ワンピースのキャラになってるんだけど、彼女はいつもレイリーなんだけどって言ってるけど大丈夫。もう一回言ってみ。 She has She has very lady always.すんげえ変わった。すんげえ変わったって。彼女とてもとてもいつも。ここしんど。やばいでしょ。ここやばい。めっちゃ。でも最初のレイリーの方が合ってた気がする。なんか七子氏の今までのあれでいくと、なんかさ最初の方がまだ音近かったりするの。わかる。で後半からどん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 おかしくてベリーベリーとか言い始めちゃったから、さっきベリーベリーいなかったの。She has been lady always が多分音的に近いんじゃないかなと思うから、うん、ワンピースのキャラじゃないでしょ絶対。私のだってピックアップした文章にワンピース関係なかったから。Lazy かもしれん。ピンとこないんだ。She has been lazy always。 あ、かもしれん。なんでこんな自信ない。直で聞いたでしょ。頭からスポーン抜けてきちゃって。 She has been lazy always。 いいです。彼女はいつもぐーたらだった。惜しい惜しい。 He has been lazy always。 お前お前。ちなみにね、俺3回言ったの。 He って3回とも She って書いてあった。 She と He は聞き取れ。ちなみにレイディーからよく持ち直したね。うん、今よく頑張ったと思う。レイディーからよくレイジー言ったね。うん。要するに、ナナコはモノマネは下手だった。認めない。認めない。なぜ認めない。多分英語だから。英語できなくて他どんな言語ならできる。いやもう本当に分かってない私も。それでハムギョーハムギョーブレグムネネみたいなのを言うの。いやだからそれが似てないんだって絶対。すれ違いざまにできてないっていう今証明されました。今だってこれだけはっきり3回言っても通じなくて、すれ違いざまでできるわけがない。でもやっぱさ、俺が喋った時の方がいけそうだね。いけそう、いけそう。もう一回だけやってみる。多分次いける。ね、ラストチャンスということで。ラストチャンス。正直さっき C と He はどっちで何か何言われたかも覚えてなかったから。ちなみになんだけど、2人とも声でかいから私ずっとこうやってないと本当に聞こえてきそうだった。これでいきます。はい。The teacher punished me in the class. The teacher punished me in the class. お、もう一回頭から飛んだ。The teacher punished me in the class. The teacher punished me in the class. あ、いけそう。これはいけそう。これはいける。これはいける。早く早く早く。これはいける。これはいける。あ、もうやばい飛んだ。これはいける。これはいける。来たよ。The teacher punished me in the class.
The teacher punished me in the class. Punished とな気がする。The teacher punished me. The teacher punished me in the class. 正解。合ってた。The teacher punished me in the class. Punishes とかじゃなくて。Punish って書いてる。あら。あらまさかの K が間違えた。ちなみに奈々子ちゃん、あの意味は。全く、あ、わかった。私の先生はクラスで怒った。おー、近いね。ブラーみたいな。授業で私をいじめるとか、うん、なんか、罰する。罰する。惜しい。やっぱ感覚はいいかもしれん。1個目を見返してほしい。天からの雨とかって言ってたよ。当たり前よ。まさかの、K が間違えるという。でもこれ、英語が間違ってるわ。あ、そもそも、うん、まあ、確かに The teacher punishes か punish do だね、うん、文法的にはそう確かにってことはあれだ、うん、例文をくっつけてやるやつだから、うん、あえてちょっとここの文法おかしくしてやるわうわ賢っやっぱネイティブってそういうとこまでカチンっていけるんだねうんそれでちょっとじゃあ正解何それでいいのか正解まさかの伝言ゲームを超えていくっていう、うん、ネイティブのパワーを思い知ったね思い知った、うん、どういう終わり方いいのこれで終わりで頑張ろうもう疲れてるじゃんイエーイできましたーお前が一番できてないねナイスマイティーチャー I didn't teach you anything Okay 意味わかってなかったじゃあ、こんなグダグダな感じですけど、今回以上になります。やば、グダグダ。どうした？あいやいやいやー。